初代アーガイル公爵、アーチボルド・キャンベル、スコットランドの貴族。はじめ、第10代アーガイル博で、後に2公爵に昇格した。父は、第9代アーガイル伯爵アーチボルド・キャンベル。母は、マリ博、ジェームズ・スチュアートの娘メアリー。1685年、父が、モンマスコを、ジェームズ・スコットの反乱に加担して、イングランドをジェームズ2世に捕らえられ、処刑。 所領、財産は没収され継承を認められなかったため1688年の名誉革命でジェームズ2世を追放したウィリアム3世、メアリー2世夫妻を指示、スコットランド議会でウィリアム3世承認に奔走1689年に実現させた功績でスコットランド数密院議員となり、父の所領も返還され復権を果たした。また、 1692年に発生したグレンコーの虐殺では、同族のキャンベル氏族が事件の当事者であったことから関与が疑われている。1696年に、この駅兵第四中隊隊長に任命。1701年に、アーガイル公爵に除せられた。2年後の1703年に45歳で死去。長男のジョンが、公くらい途中隊長の座を継いだ。 1678年、ヘルミンガム男爵ライオネルタルマッシュの娘エリザベスと結婚、3人の子を設けた。ジョンアーチボルドアン、ビュート博、ジェームズ・スチュアートと結婚、首相ジョン・スチュアートの母。ありがとうございます。